一番初めには案内なんてとても考えてませんでした。震災の案内っていうのはね、日和山に全国からたくさんの方お見えになって、やっぱり日和山からあの被災地の様子を皆さん見られてたんですね。それで麦茶を用意して、その冷たい麦茶を提供したんです。お客様方が震災の当時の様子を聞いてくるんですね。どうだったんですかとかって言って、で一人あの説明してる間にまた次の日聞かれたっていうことで、それで山でのその案内が始まったわけなんです。果たしてこの震災のところをね、案内していいものかどうかっていうのがすごく迷ったんです。それで始めたのがね、9月、ただ見ていただいてその記念に写真など撮っていただくよりも、きちんと説明した本が書いていいんじゃないかっていう、あの会の中での結論だったわけなんです。去年の9月から7月までは1万2300人の方々を大体ご案内して、実際に自分の目で被災地を見て、やっぱりあの自分たちが思っているよりも大変だったっていうことを感じたということですね。そして何か私たちもできることはないでしょうかってこう言われるのが一番私たちは嬉しいですよね。実はあのバスの中でね、あのこう帽子とか袋にですね、その中に募金をこう集めてくれて、これをぜひ何かの形であの使ってほしいっていうのが今まで3回目4回もありました。で、修学旅行の子どもたちっていうのがやっぱり自分たちの感想を、あの見ていった感想をきちんと書いてよこしてくれたりしてますので、そういうのも知ってもらえば、ああね、来て案内してるのがある程度生かされてるんだなっていうことも、やっぱどっかの場でね知ってもらいたいなと思ってます。で、市民の方々は体験したことをあの防災教育の方に生かしてもらうとか、若い人たちはそれをどのようにしてこう伝えてもらうとかっていうような、その伝え方をあの皆さんでやってもらいたいなと思ってますので、ぜひあの多くの皆さんが来ていただいて、あの観光ボランティア一緒にやっていただきたいと思います。